感染が確認されたのは未就学児から90代までの184人です。80代の男性一人と70代の女性2人が中等症で、その他の人は軽症です。82人の感染経路が分かっていません。年代別では10歳未満が42人と最も多く、40代以下がおよそ8割を占めていて、 比較的若い世代の感染が目立ちます地域別では高知市が最も多く100人すく市が15人上市が10人など15の市町村で感染が確認されています新たなクラスターは3件です中央東管内の小学校では児童7人と教職員3人の感染を確認 児童は全員同じクラスで、明日まで学級閉鎖となっています。残りの2軒は、中央西館内の保育所です。このうち、全員同じクラスの園児6人と、担任の職員1人の感染が確認された保育所は、明日まで学級閉鎖します。複数の学年の園児5人が感染した保育所は、あさってまで休園します。 県内の感染者は累計で1万8733人となりました。重症は2人のままで、中等症は3人増えて10人です。連日、新規の感染者が前の週を上回っているため、県は感染の再拡大に入りつつあるかもしれないと注意を呼びかけています。今日は四国のすべての県で 前の週より増加愛媛と香川で400人を上回りました香川は402人で400人を超えたのは先月30日以来です愛媛は449人で過去最多を更新しています